はい、こんにちは。婚活ママです。本日のお題は、お見合いでアピールする大事なこと。前回お見合いで会話が続かず、頭真っ白というお題で、そうならんように会話の糸口を見つけるお話をしました。お見合いは、お互いのことを知るための自分プレゼンのようなもんです。そのプレゼンで伝えなあかん、一番大事なことって何やと思いますか？今日はそこに迫ります。この話を聞いて、ちょっと意識を変えると、あなたの婚活が劇的に変わります。今日もできるだけわかりやすくお話ししますね。本日もちゃんと結婚できる婚活ノウハウてんこ盛りの動画を配信します。最後までお付き合いください。お見合いの日程が決まると、ヘアサロンの予約をして、お見合い用の服を買いに走ったり、急にバタバタと忙しくした経験はありませんか？それだけ真剣に向き合ってるということやと思いますが、婚活が始まったら常にそれぐらいの意気込みで活動してほしいなと思います。たまにしかお見合いが組めなかったり、夏に登録をして季節をまたいで冬になり、婚活衣装も衣替えということもあるでしょう。ほんまやったらワンシーズンで終わらせたいところですね。だからこそ、これまで何回もお話ししてきましたが、早い時期に集中して取り組んで、とっとと成婚を決めたら、お相手の条件をどんどん妥協することもないし、あなたの婚活市場での鮮度が下がっていくこともない。いろんな意味でコスパが良くなります。前置きが長くなりましたが、お見合いで大事なこと。お見合いに適した服装、派手すぎないメイク、清潔感、そして素敵な笑顔。などなど、ここまでは見た目に関すること。そしてお見合いで最も大事なことは、あなたのことすごく知りたいと思っていますという姿勢。そう、あなたに関心を持っていますと伝えることです。条件面でリサーチしたいことや、自分の希望することなど、確認したいこともあるでしょう。でも、お見合いで要望やあなたの聞きたいことを聞くのは NG です。お相手に興味を持って尋ねるのと、取り調べのように相手を探るのではまるで違います。自分に興味がある、自分を知りたいと思ってくれている、これは誰しも嬉しいもんです。お相手をジャッジする上での必須条件と言ってもいいでしょう。どんなに素敵なお相手でも自分に興味がないとわかると話も弾みませんよね。気づいた途端にトーンダウンするのは女性よりも男性に多く見られる傾向です。女の方が女優の素質を持ってますからね。相手の話に興味を持って聞き、適度に相槌を打ちましょう。お見合い前にプロフィールを読んで会話の幅を広げておくことはとても重要です。話し上手より聞き上手を目指しましょう。自分の話を一生懸命聞いていい感じの相槌を打ったり、褒めたり感心したりしていると、お相手は自分に興味を持ってくれているといい錯覚をしてくれ、会話も弾み、本音が聞けたりするもんです。ほら、失恋した時に親身になって話を聞いてくれ、いろんな相談に乗ってくれる人に好感を持つ。気づいたら好きになってた。っていう話聞くでしょ。聞き上手さんはモテるからね。お見合いで会ってみてタイプじゃなかったとしても、誠意を持って対応するのが大人のマナーです。むすーっとしたり、あからさまに気がない態度は人として NG です。そういう時こそ人となりがわかりますからね。ゆるではお見合いが決まったら、お相手ごとにお見合いの事前レッスンを行っています。想定できる会話のアドバイスなどなど、その日のためにしっかりと備えます。興味のある人は説明欄チェックしてみてください。話が苦手という人もこれやったらできるはず。私はあなたに関心があります。興味を持っています。と丁寧に伝えること。それは喋らんでも態度で示せます。相手の話は興味深く聞く。聞き上手になること。次のお見合いで早速試してみてくださいね。本日はお見合いでアピールする大事なことというお話をしました。相談所で活動してはる方は、
ぜひご自分の担当者を頼って、いいタッグを組んでください。自分から歩み寄ることもとても大切です。そして、一人で頑張っているあなた、あなたのことをしっかりとサポートしてくれる相談所を見つけて、担当者と何でも話せるよう向き合い、真剣なお相手探しをされることをお勧めします。婚活ママチャンネルは、短期間でちゃんと結婚できるノウハウを配信しています。うまくいかずに悩んでいるあなたの婚活が劇的に前に進みますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。次回は婚活男子へ、お見合いでの不満トップ3でお目にかかりましょう。あなたにとってハッピーなハッピーな幸せ満開の婚活になりますように。最後までご視聴いただきありがとうございました。